はい、どうも、りょうへいです。そして、どうも、クレイジーピーでーす。おはようございます。すいません、遅いながら残っていただいて。全然いいです、全然いいです。どうしても撮りたい動画が一本あって、はい、わがまま言って、頑張ろうと。そういうことですね。はい。内野手用とか投手用じゃ飽き足らず。申し訳ない。いいっす。僕はキャッチャーなもんで。はい、オッケーです。キャッチャーミット。もう一個ファーストミットも。そうですね。だったので、はい、キャッチャーミットと、はい、ファーストミットのご紹介となります。はい。それではやっていきます。じゃあまず一つ目のミット。はい、こちら。カナメ。カナメ。カやねん。初代カナメ。出た、伝説の。初代カナメです。伝説の。衝撃を覚えた。何このクロスロックっていう。なんでエッジング機能ついてんでっていうカナメミット。怖いさと思った。そうミットなんで。パッとも奇跡やったんですね。ちょっとはい、お借りします。はい、こちらもね、翔平 TV でももちろん何度も紹介してるんですけれども、初代はね、紹介したことあったかなっていうような感じで、これはジュテルレーザーですよね。ジュテルです。っていうことは、まあもうほぼオイル入れてないんで。入れてないです。でももうすっごい張り出し、ルースの油がね、最初の初期段階のオイルが入ってたりとかするので、硬いですね、っていうか、やっぱり。ちょっと硬いですね。張りはあるですね。片付けしてるけれども、硬いけれども、そのエッジのおかげで屈曲がすごいしやすいのかなっていうような。でもね、要ミットの特徴を、まずちょっともうね、パパッと上げていきます。ここはムイトじゃなくてパッと。はめてもいいですか？いいっすよ、全然。ありがとうございます。はめた時にすぐ分かった。薬指リング。さっきも言った通り、エッジ、クロスロック。っていう感じですよね。で、あと指当てがちょっと Z3 系で。そうですね。普通の指当てより横に広い。横に広いです。すっごい張りがすごいし、親指の芯のマッチも薄いし。薄いっすよ。ちょっとカーブが嫌ですね。これが初期か。そうなんです。それが初期です。なるほどです。やばい。ツヤもやばいし。ちなみに多分、山口県で一番最初に金目持った僕です。さすがすぎっす。ただね、もっと喋りたいんだけど、時間がないんで、次行きます。行きます。はい、次は IP セレクト。はい、IP ですよ、はい。これだけ軟式用なんですよ、キャッチャーミット。はいはいはい。ダイワスポーツさんとの出会いのミットです。なるほど、なるほど。はい、すいません、お借りします、はい。めっちゃ浅い。これでも、ちょっと深くなったんです。そうですね、ここにヒンジが3本入ってるんで、もともとは深いミットってことですもんね。深いミットで、むっちゃ浅く作ったんですけど、うんうん、これオーバーホール1回してるんですよ。その時に、ちょっとだけ深くしたんです。これすごいな。紐全部色違うんじゃねえの？そう、オーバーホールの時に全部変えました。白があったり、タンがあったり、青があったり。ピンク。ピンク？あ、本当だ。気づかんかったー。はめてもらえます。いいです、全然。ありがとうございます。IP のキャッチャーミットって、ここのベルトがね、おしゃれですよね。はい、そうです。アンティバック。で、親指側にラベルがあって、これ、本当に軟式用ですか？軟式用です。革のポケットのシワの一切のなさ。それが、4、5年前までの IP セレクトの軟式ジャパンモデルなんです。ジャパン。4、5年使ってるのに、シワがマジでない。うん、本当に、全くないです。型で言うと、僕のカムに似てるかなっていう。そうですね。完全に横型で使うので。ちょっと引っ掛けますよね。引っ掛けます。一緒だ。これは4、5年前に購入。そうです。状態めっちゃいい。オレンジ系なんで、色落ちだけはどうにもならんかったんですよね。仕方ないです。本当に気をつけてても、オレンジ系は無理なんで、いかにイニング中に布かぶせとくかぐらいしかできないですからね。ね、あまりオイル塗りたいわけでもないですしね。そうなんです。でもそれも味ですもんね。そうなんです。ずっと一軍ミットで、エースミットで使ってる分になるんで。今日の僕のピッチングもこれで受けてもらったんで、すごい投げやすかったです。ちょっと大きめですよね。ちょっと多分大きいと思う。うん。その分、ピッチャーからしたらすごい見やすかったんで、ピッチャーのことも考えられたミットだなって。そうなんです。でも大きくてもね、街はそこまで太くないので。そうですね。本当にスムーズに入ってきやすいっていうのがあるんで、IP のミット見かけた方はちょっとね、チェックしてみてば。はい。最近またね、工場が変わって、軟式用も良くなってきてるので。IP も要チェックです。ありがとうございます。じゃあ、キャッチャーミットはこれで最後かな。キャッチャーミットは次最後ですね。はい。和牛 JB です。えげつないの出てきたな、一番最後に。やば。これ公式用っすか？これ公式用です。和牛 JB は元々公式用しかないので。あ、そうですよね。それのオーダーになります。怖いな。ちょっと待って、そうだ。こんなツヤ出ます？すごいっすよね。宮崎和牛のクオリティですね。ちょっといいっすか？どうぞ。ありがとうございます。やばいこれ。これこそ完璧な横型っすね。完璧な横型っす。これはね、ザ・皮って言っていいような。そうですね。ザ・もう、ジャパンビーフ。うん、ビーフがビーフや。これ以上のしっとりっていう言葉が見当たらない。見当たらない。ファーストバック好きっすね。あ、好きっす。こちらもファーストバックだし、なんて言ったってカーリング完璧すぎる。むっちゃおしゃれだもん。うん、おしゃれな人が使うミットって言ったらいいかな。そうですね。ピンクもね入れてるんですけど、主張はしすぎずに。しかも赤と同系色に近いからちょっと色が違うなっていうのが、はい、でそこがまたおしゃれなんですよね。え、待って、俺こんなに親指芯薄いミット見たことないかもしれない。めちゃめちゃ薄いっす。いや、これ取りやすいわ絶対。めちゃめちゃ取りやすいっす。送球もしやすそうっすね。音もやばいっす。親指の薄いのってかなり音がいいって言います、はい、これこだわりってどこですか？だからまず、まあ、マチが薄いのがもうここですね。絶対条件やったんですよ。はい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 。で、それに合うのがこの JB の002っていう形の
ものがあったんで、それをベースにと、革はパワーオレンジをベースに使ってるんですけど、はいはいはい、このパワーオレンジっていうのが僕もう一個内野手用の和牛 JF 持ってるんですけど、そうですよね、それを買った時にはめて、うん、パワーオレンジがやばいと、その場でひょっちゃみとオーダーするお金の使い方がおかしいよ。あと、まあ自分のロゴですね、クレイジーピーのロゴ刺繍を入れてもらったのと、はいはいはい、ロゴの配置とかを全部変えてもらったんですよね。もともとはここに和牛 JB のロゴが入るんですけど、全部ずらしてここに直視で変えてもらったっていう。やば、これおいくらですか。それで多分7万ちょっとか8万弱ぐらいなんですね。はい、戻ってきました。でもね、多分ここまでこだわった割には安く済んだからっていう感じです。そう、前の動画のね、トレジャーに比べたらそうですね、感覚が麻痺してきてるな、やっぱりここまではあったことなかったな、俺もさすがに。いいグローブなんです、ね、本当に。え、やべえ、一気に欲しくなっちゃった。和牛 JB のミット、皆さん、うん、おすすめです。本当におすすめです、これ、はい、使ってないやつがおすすめっていうのも分かんないですけど、本当に触った感じでも肩とかも全部含めて高校生向きっすよね。高校生向きです。高校生の皆さん、ぜひ JB のミット見かけたらチェックしてみてもいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、もうキャッチャーミット終わって次ファーストミットでこれで締めさせていただければと思います。はい、最後ファーストミットこいつです。はい、これはダイバーシティブルの水のプロ。おー、ちょっとお借りしますか。どうぞ。ありがとうございます。え、これオプションオーダーですか。もちろん。じゃないと紫選べないですもんね。そうです。また高いそうな気がする。まあ、ダイバーシティブルに IB ライン、 IB ラインです、はい、もちろん。本体はブラック。そうです、補給面はブラックですね。ブラックで、はい、もうグレーですかね、これ。それシルバーです、シャンパンシルバー。あー、そっか、オプションオーダーだったら選べるのか。そう、シャンパンシルバーです。このくり抜き刺繍が入ってたりとか。超、なぜ超。これね、動画では出せない名前かもしれないんですけど、あるアニメのある方が大好きで、それをに似せたグローブです。去年のあのこの時期の映画ですよね。そうです、ちょっと前の。そう、ギリギリのラインを攻めました。僕普通に言っちゃいますけどね。あ、ちょっとすみません。そうです、はい、牛のジャンです。はいはいはい。じゃあここも蝶なんだ。そうです、今まで牛のマークを入れてたんですけど、それを蝶に変えて。え、これが公式。それ軟式です。軟式でこんなに硬いんですね、水のプロ。ザ重厚感っていったような、さすが水のプロっていったみたいですね。これお値段は8万円ぐらいです。はあはあ、皆さん、お年玉まだ残ってる方、ちょっとご検討してみてもいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、ボーナスも終わっちゃったばっかりだからね。あの、刺繍が高いんですよ。そうですよね、刺繍のデータ量だけで1万円とか取っちゃうんで。そうですね、で、しかも3色出しで、でも型自体もね、すごいボックスで。そうです、TK 型っていう型を僕おすすめしてて、うん、あの、ファーストミットをなかなか翔平 TV で紹介することもないので、この度紹介させていただいて、こっちもすごい新鮮な気持ちになったんで、ありがとうございます。使ってください。ありがとうございます。はい、ということで本日もすごいギリギリまでちょっと P さんに残っていただいて、グローブ紹介の方させていただきました。残りのグローブ、ちょっと僕が行けない遠征の間で、もし時間があればヒロトの方に翔平 TV で撮っていただければなと。まあ、もちろん翔平さんも映っていただいて、撮って、またお時間があればぜひよろしくお願いします。はい、ということで、クレイジー P さんの、YouTube チャンネル概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあるでしょう。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではあるでしょう。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。